どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク、駆逐、上白理性を駆逐せよの A に、早く変われ、画面を変わってくれ。こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。10億ダメージ、リベンジですね。では、行きましょう。前回からの変更点として大きな点は助走配線を入れてないということですね。とりあえず例のごとくオール軸に立ち回っていって、1ターン目に関しては今回金木の第一形態のスキルを打って、なおかつ金木を確定させて金木の第二形態のスキルを打ちます。それも金木のシフトを使わずにやりたい。できるな。で、アリマでブレイクして、全員にブレイクバーストとアリマのスキルのバフをかけていく。 OK。 で、カネキは自分の第一形態のスキルを打って自身に3倍のバフ上書きしていきの、ここからカネキを軸とした立ち回りにして覚醒させて、なおかつ永久覚醒後のスキル、相手にデバフ 0.1 倍と、自分たちに防御力のバフをかけていきます。それが金木のシフトを使わずにこのコンボの立ち回りだけでいけるのかと言われるとちょっと微妙なところではあるから怖い。ただどうしても俺は10億を出したいんだ。で、覚醒していきます。アタックポイント6回いけそうだな。ジャストぐらいかな、ジャストぐらいかな。あ、いけそうだね。で、金木出して、圧倒金木を出しの、またこいつにもコンボのあれになってもらう。 OK、 いけたね。アタックポイント1残しでいけた。僕だ。打って、まあ、基本的にね、この公園にいるやつらはあんま出さねえかな。あいつが武器耐久値をね削ってくるんですけど、その時にオール君は箸休めで後ろに置くから、この苦痛カネキが前で戦うことになるかもしれないが、別に特攻かかってねえし、多分そこまで火力も今出る状況ではないんで、あいつが武器耐久値を回復してこないんで、多分次のターンはもう ブレイクバーストがかかってるターンにガンガン使っていきます。さあ、1ターン目2億5000万ぐらいですね、約。まあこの計算だと4ターンできることになるが、次のターンは武器耐久値を回復してこない。はい、ブレイクバーストが発動できないということで、まあめんどくさいんですが、ここはシフト温存しつつ、まあ普通の立ち回り、オール軸の立ち回りをやっていきましょうかね。望み通りか。僕だ。でね、あいつがね、まあがっつり危うしくった銃とか削ってくるわけじゃないんですよ。スキルでね、自分の攻撃1回パンチに武器耐久値プラス1削りますよっていうやつなんですけど、まあオール武器耐久値かなり低いんで5しかないんでね、あいつのアタックポイント5でも十分に削られるっていう。僕だ。そこら辺ですよね。あいつが頭良かったらオールに来るし、頭悪かったら武器耐久値の高い金木とか有馬の方に行っちゃうんですけれども、くらえや。まあ2ターン目は3億乗ったかな、3億乗ったぐらいですね。3億1000万。やめてね、本当にオールに来ないで。スキル打って防御力 0.7 倍かつ物体窮地をプラス1してくるね。さあ、これでオールに来るな。向こう行け。なんでだ。やべえ、これ下げなきゃいけねえ、めんどくせえ。もうめちゃくちゃめんどくせえんだよなこれ。一旦下げるか、一旦下げるか、ムツキを出すかだな。ムツキ出すか。じゃあ
シフト2個使ってオールで攻撃したいから、ムツキを出して回復さすか。でカネキングどうせ次のターン出さなきゃいけないしな。出してこのターンでデバフとバフが切れるから、1残った、あ次のターン1できるシフトをカネキのために使うか、うん、ちょっともったいない気もするが、まあ仕方あるまい。OK、 まあこれたまるんだけど、もうどうしようかな。アリマでブレイクした後打った方が火力出るから、ここはあジャストだったね。ジャストならいいや。ブレイクしていこう。望み通りか。 OK、 でオール打ってくらえや。 OK、させるかよ。僕だ。武器耐久値削り、有馬さんの方に行ってくれない？シフト1をさ、ムツキに消費させるのすらちょっと惜しいんだけど、俺の中では。僕だ。あれかな、オール全員と交代して1回復するけどさ、武器耐久値。先生が到着するまで。再生状態、物体口6回復。このターン中にダメージ5億は乗せたい。何としてでも5億は乗せておきたい。残りのシフト2回も使ってしまいますね、このターン中に。お、まだカグネ出してたか、こいつ。グールだ。んで、またオール出して、とりあえず5億2、3000万ぐらい？さあ残りの2ターンね、全部武器耐久値を回復してくれ、来てくれないと、まあ、多分なんとなくいけなさそうですね、これは。ムツキを出したのが微妙いな。次のシフトと、その次のシフト2回もうオールにシフト割くタイミングがないんでね。デバフやめてみる、敵のムツキ前に出しとくか、ずっとカネキのデバフ一旦やめておく。ここあいつ物体吸収回復してくれたけど、カネキを前にもう耐え切ったらいいんだよ、まあ、こっち防御アップしてるし大丈夫だろっていう安易な考え。死を招くぞお前その考え。あん時のレーダー食らえや。OK、 んで有馬でブレイクして、さあこのターン中に8億ぐらいいかない？8億は超えておきたいんだよな。次のターンにね、武器耐久値を回復してほしい、なんとしてでも。やつがまあ8億はいけそうではあるぞ。そうか、そういやシフトが使え、しくったの今。シフトが使えないんだっけ。シフト使ってオール戻してこれねえから、うわ8億いかねえなこれ。最終ターンでいけるかこれ。微妙なところじゃないかい。とりあえず7億7000万か。微妙い
本当に微妙。最終ターンはさ、別にオールブレイクされてもいいからさ、頼むぜ。おいおい、この持続回復のエフェクトいいよね。持っててよかった、ムツキ式。頼むぜ、クリティカルいっぱい出てくれ。クリティカールがいっぱい出てくれれば、あいつ物体窮地をさ回復してくれたことだし、クリティカルがいっぱい出てくれればどうにかなりそうなのかこれは。さて9億は乗る、9億は乗るんだが、多分ね9億は乗るんだが、慎重に立ち回って、いや乗らねえか、乗らねえか、やっぱこれ微妙なラインなのか。あとちょいなんだけど、いや微妙、乗るんじゃねえ。本当にギリギリ、なんか1000万2000万足りねえみたいな、そういう状況じゃないこれ。いやいけそうじゃねえ、1回の攻撃でだって310万ぐらいのが8が来るんでしょ、で2400万稼げるってことはこれいけんじゃねえか、正直どうも。いけるっしょ、いけ、飛ばせ。飛ばしてくれオール、いったぜ。いったぜ、最後ムツキのスキル発動して終わろう。いったー、10億ギリギリだ、滑り込みセーフ。はい、これなんかうまく使えば、カナエとか、あ、うまく使えばあれですかね、オール11億乗せれたりするのかな。多分ハイセイじゃ無理なような気がするんだよな、助走ハイセイの立ち回りじゃ。ダメージレポート見ていきましょう。もうほとんどオールさんですね。はい、今回はダメージチャレンジ10億編ということですね。まあこれから15億20億となっていくんでしょうか、どこまでインフレが進むか知らないんですけど、ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。